画面の前の皆様こんにちは、ベルクラでございます。やっていきましょう。デトリルトイン。なんと私、大切な大切な鍵を持ってまいりました。しかし皆さん見てください、美しくないですか。私の系統、なんとドレス。まあ今からパーティーでも行こうかななんてね、思っちゃってるようなね、まあ、ドレス、うん、やっぱこういうドレスが着こなせる女性って素敵ですね、うん。まあ、私もね、こうだんだん年取ってきてね、こうきちっとした場所できちっとした服装ができるやっぱ男になりたいなっていうね、まあ、そんな思いあるんですよ。やっぱね、そういうのができてこそね、やっぱちょっと大人って感じだよね、うん。まあそういったちょっと、のめどしながらね、ちょっと服装選びしてるんですが、やっぱね、やっぱあれだよね、男一人で考えてもね、なんか良くないね、服装ってね。女性の意見をやっぱ入れていかないとさ、一応呪いのとこでも探していくよ、ここ。よいしょっと。いや、今回ね、ちょっと忙しくなる前に倒れたか。映画の紹介していきたいね。よいしょ。ホテル、エル・ロワイヤルっていうね、まあ、映画なんですけども、最近の映画でね、これね、面白かった。ある訳ありのね、7組の人たち。こっち来てる。7組の客がね、まあ、ある特殊なホテルに泊まるんですね。国境の、まあ、またぐように建てられた、昔はものすごい有名人とかが来てたようなホテルなんだけども、今じゃ寂れてしまっているみたいなね、ところなんですが、従業員含め来る客もみんなちょっと個性豊か。待て。豊かなね、あれ半分切る前に救いてえな。しかし個性豊かな客が来る、まあ、まるでこのケイトみたいな。ちょっとあれ半分ちょい無理やり行くか、これちょっと半分は超えさせたくないわ。あれは悲しい運命たどる。なんと私はボロッタイムだからな。オッケーオッケー、さらに肉壁入る。ここからいや、これナス抜けてくんだよね。ハゲハゲ、オッケー、やヘルハゲの肉壁だ。守りたいハゲがいる。まだハゲ追われてる。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、今回一応ディストーションというパークを持ってきてて、これ3回だけね、オーラを、殺人鬼からオーラを見て生存者の場所が分かるような系のね、ものを阻止できる、3回だけ。まあ、バベチーとかナースコとかね、ナースコールとか、うん、そういったものを阻止できるんで、ここで強引にちょっと回復していきましょう。あ、放置されてる？あ、ストライク警戒してんだろうな、これ。決死の一撃ね。あ、持たれた。ストライク持ってない恐れもあるからさ。あ、持ってたね。よしよしよし、オッケー、助けいく。守りたいハゲがいる。ちょっと待って、ここに通ってもある、ここに通ってもあるぞ。ちょっと待って、もう壊すか、警戒こっちに呼び寄せるか。一応ハゲ逃げれてるっぽいですね。よかったよかった。あらよ、あぶねえな、おい、一仕事したぜ。このホテルエル・ロワイヤルにそのね、一風変わった客たちがいっぱい来るわけですよ。よいしょー、うおい、狙われ始めた。いいだろう、視線外しが大事だからね、ナースにはね。スイッと、あ、俺だ、映画の話してる場合じゃないぞこれ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと落ち着くまで走るぞ。来るか、この鍵でね、ちゃんとね、
居場所を見えるようにしてきています。危な。でそのねホテルが結構異様なんですね。なんかこう最初の下りとしてはある男がそのホテルの床を引っぺ剥がしてその中に荷物を入れて、まあ、封をして、部屋を元通りにしたところで銃殺される客からねある来訪者から銃殺されるというシーンから始まるんですよ。で、まあ、一体何が埋められたのかというのがねなんかストーリーのね大きな引っ張りどころなんだけどもそれぞれおかしい、ある女の人はある白人女性を縛りつけて家にかあそのホテルの一室に監禁してたりとかである神父はなんか老神父老神父なんだけどもちょっと言動がおかしいとハゲの肉壁に行った方がいいよかったけどね。あれこれラストかな、ラストだっけ、違うね、まだラストじゃないと思う。もう一回耐えれるはず。ナイス肉壁。もう一人さっきのどんどこやってた人来れないか、無理か、どんどこやるだけかどんどこってなんだよ太鼓かな危ないと見せかけてそっちに行かない。救われたね、早いな。あれボロタイムあればいいけど救った人もどうだろうか。救いたいハゲがいる。これ回復したらすぐハゲの肉壁行くから。で、あの従業員のね、ホテルの従業員の男は、ちょっとまたね、おかしな言動だったりね。ああ、ハゲ。やられちまったか。そしてある黒人女性はね、なんかトラウマを抱えてそうな、なんかこう、人生に闇を抱えてそうな人だったりとか。うん、まあ、いろんな人がいるんですけどね。これクライムサスペンススリラーみたいな感じでね、こう行って先が読めない感はめちゃくちゃあるんですよ。ちょっと待って、見せかけてこう、あっメグ追われたかな、これメグ追われたな、まずいな。残り2個頑張れ、頑張って引っ張ってくれ。もうここつけ切ってから、うわっと、まあ、結局こっち戻ってきたびっくりした全く用意。ここで一人倒れて釣られると結構シビアになってくるからね。発電機ちょっと待って、こっちにブリンクしてくる。発電機残り2つだから、やっぱ1個つけ切ってもう1個にしたいね、有利に進めたいからね。できるだけ鍵でね強引に脱出するようなね場面には持っていきたくないんだよね。ちょっと待って。でこのホテルエルロワイヤルにはある有名な役者がいっぱい出てるんだけども、その中でも、クリス・ヘムズワースっていうね、あれです、ご存知の方はご存知だと思いますけども、総役の人ね、アベンジャーズとか、マイティー・ソー、総役のあの方がね、イケメンがね出ております。どういった役で出るのかはぜひ見ていただくと分かりやすい。バベチー対策で一応入ったけども、まあできるだけ後半厳しくなった時、ちょっと見つかったか、私今まずい、見つかってる。後半厳しくなった時にディストーションが響くようにしたい。まずい、開いてねえのか。半分過ぎる前に救いたいんだけどな、あの人はな、ちょっと私無理だったな。
どうしようこれ。あ、無理そう。ちょっとこの距離じゃ無理そう。半分過ぎるの。あ、着いた。さて、私が見つかってる。私が見つかってる。あ、危な。私が見つかってるじゃないの。いや、あの人救いたいな。救いたいが、ちょっと次もう絶対行かないといけないね。私タイミング見計らいたいけど、もうナース絶対戻るから、ここはね多分ねあんまり離れないんじゃないかなと思う。ただもう強引に行くしかないよね。そのためのボロータイムと肉壁よ。こんな可愛い子ちゃんの肉壁惚れちゃうよ。こんなさ美しい。私これ今しかない。もう今しかない。いけ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 。まず私が肉壁でボロータイムあるからね。ボロータイムにムチ打ったから。見た目は女、中身は老人。よし。あ、ダメか。追撃で速攻倒れちゃったな。肉壁ボロータイムからの3撃目ってことだよね。まずいね、これ。あの人死んじゃうのは確かなんで、もうディストーション使いましょうか。持たれないな。ストライク対策してるね。バレてる。ちょっと待て、これ厳しいな。ロッカーでもここにあるから、持たれたら入るか。たっぷり60秒待ってからあれね。おっと、こんなとこいた。メグちゃんポニテルコよ。こんなとこいたの。あれ、誰も救いに行けないね。これやりきってから、まだあの子がナースに見つからないなら、下に降りてるな。助けいけると思うんだけども、どうだろう。頑張れ。 OK、 よし、いけるかこれ。ちょっと大回りして助けに行きましょうか。どれどれ、頼むぞ、持ってくれよ、命を持ってくれ。ああ、持たれた。見つかった。まずいまずいまずい。ちょっとどうしようかこれ。心音近いならディストーション消費しなくてもいけるかな。 OKOKOK。 ふう、あれ、なんかディストーション2になってるの。どっかで使ったぞ。気づかずどっかで使ってる。え、ナスコールかなこれ。絶対使ってるよねこれ。あれ、どうしよう。これもう非常口で脱出した方がいいね。まあ非常口見つけたらもう一人の人、ポニテルコを呼んで、そっから脱出するっていう方向だよね。ちょっとどうしよう。ちょっと待て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 。よし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 。ないぞないぞないぞ。どうしようどうしよう。ちょ、見つかった。マジかマジか。はよ見つけんと。これ私鍵持ってんのバレたらもう絶対逃がしてくれんから。まだバレてないと思うんだよねこれ。ちょっとここで一旦魔法。よし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 。危ない危ない、焦んな私。よし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 。オッケー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 。大丈夫か。ふう。よし、非常口探す。この辺にあったりするんだよな。本当は真ん中にあったりするのが多いんだけども、真ん中の家のね、1階部分。さっき通った時なかったよね。あとはね、あるとしたら地下があるところの下。ちょっと待って、来てる来てる来てる。どこ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 。
え、こっち側じゃないよね。上から降ってきた。危な。危な。怖。どっから降ってくるか分かりませんね、幽霊ってのはね、本当に。いや、こんな服が似合う女性って本当素敵だよね。全く非常口ない。こういう時に限ってね、非常口全然見つからねえんだよな。あ、やばいな。どうしよう。もうこれ見つけてからもう一人の人も、あった、もう一人の人もこれ呼ばないとね。どこにいんだろう。これ殺人鬼は見えるんだけど、このパーク、このパークっていうかこの鍵、生存者がどこにいるかは分かんないんだよな。ちょっと待て、ちょっと待て。この辺にいねえかな。なんかささやき声とかしたらいいんだけど。おーいとか声出したらいいんだけど。おーい、どこだーっつってね。いねえな。どうしよう、これ。まあ、いざだったら私がもう出ちゃって、やば。やばい、もう無理。出る。出まーす。もう知りません。どうなったんだろう。いたんかい、近くに。近くにいたんかい。多分ね、めぐちゃんも近くで発見してたんだろうね。発見してたんだけど、私が鍵を持ってるとは知らなかったんだろうね、これね。で、まあまあ、のこのこ道路に出て行きやがってみたいな感じになってたんだろうな、おそらく。そしたら、あいつ出て行きやがった、ってなっちゃったっていうところなんですよ。おっ、おめでとう。殴ってもらえてよかった。いやー、そんなわけでね。なんとか、鍵で脱出することができました。ご視聴の方ありがとうございます。それでは皆さんの良きゲームライフの方になっております。ベルクラでございました。お疲れ様です。お、キラーがブラッドパーティーリボン使ってくれてる。ありがとう。チャンネル登録は、PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。そしてベルマークを押すと、ライブや動画アップ時に通知が行くようになるので、見逃したくない方はオンにしてみてくださいね。